はい、ともじらです。まずはチャンネル登録者が8万人突破しました。ありがとうございます。ちょっとこれまでその投稿だとか活動をちょこちょこね、その体調不良だとかいろいろあってお休みしたりとかもしてたんですけど、それでも、ま、お休みしたり戻ってきたりお休みしたり戻ってきたりの繰り返しで、だいたい2年ちょっとかな活動してきて、ようやく1万人達成しました。最近すごい、だいたい1ヶ月くらいで1000人くらいチャンネル登録をしていただいて達成って感じだったんですけど、女声講座のショート動画が結構伸びて、多分それの影響とかもあって登録してくれたんじゃないかなって思ってます。で、その女声講座のショート動画が実は転載されてて、本家のうちの動画がだいたいこのくらいかなの再生回数なんですけど、で、今見た時に168万回再生の9.1 万高評価になってて、もう断然本家より伸びてるんですよ。ちょっとこの方には直接ね、コメントさせていただいたんですけど、最初URL とか載せてなくて、ちょっと自分の動画みたいな感じで出されてたので、ちょっとそれお願いしますって言ったんですけど、一応うち天才とか、いろんなところに切り抜きを載せてもらうことは大いに歓迎なんですけど、その分見てもらえると思うので、できれば概要欄とかコメント欄とかに、この人のチャンネルの動画ですみたいな感じで載せてくれると嬉しいです。で、早速、今日何やるかっていうと、前回の、女声の時の喋り方講座っていうのを動画出したんですけど、その時に、ちょっと音声トラブルで3つ目の項目が録音されてなかったので、ちょっとその残りの最後、説明していこうかなって思います。最後の3つ目なんですけど、何を喋ろうとしてたかっていうと、一応これ通話してること前提なんですけど、通話相手の滑り方を真似するっていう方法です。でも通話相手なので、いろんな方がいると思うんですけど、うちがこの活動をしてきて、数多くの方々と喋ってきて、割かし多い喋り方っていうのが、声が小さかったり、ゴニョゴニョ喋ったりみたいな人が割かし多いです。で、声を張り上げるっていう場面はあんま少ないと思うんですけど、その声を小さめに喋るとか、ゴニョゴニョみたいな、ちょっと囁き声みたいな喋り方をしてる人の真似をするっていうのが、いちいちその通話をする上で意識してて、なんでかっていうと、いろんな喋り方をすると、振り幅が増えるんですよ。喋れる。で、それが、前回の動画でも喋ったんですけど、抑揚になって、ちょっと強弱、喋りの中の強弱をつきやすいと思うので、その真似をして、いろんな喋り方を、やってみるっていうのを、するといいと思います。まずは、ちょっと囁くみたいな喋り方をすると、YouTuber は無声音。無声音って鍛えられるんですよ。いろんな面で。ちょっと省くんですけど。省くんですけど、結構鍛えられるので、その女声だけじゃなくて、結構その地声、男の人だったら男の声も声質が良くなると思うので、だから、両生類で女声上手い人みたいな人は、イコール地声かっこいいみたいな風潮あるじゃないですか。うちそれだと思ってて、今こうやって喋ってるのが音を出して喋ってると思うんですよ。で、無声音はこの音だけをなくす感じで喋ると、無声音になるので、だから、囁くとか、もう、音をなしで、呼吸だけ、息を吐くだけで喋る、みたいなやつを真似しながら、最初の頃はよくやってました。だから、
なんかちっちゃい声で、むしむしって来たら、むしむしみたいな感じで喋るとかやってました。別に一人でもいいんですけど、一番は、その人と喋った方が上手くなるの早いと思うんで、野球でも、その素振りを何百回何千回やっても、いつはバッターボックスに立たないと打ち方ってわかんないじゃないですか。だから、まずは実践っていう意味で人と喋るのは絶対大事だと思います。だからそこで、その一人で練習するよりは、相手がそういう人出てきたらその時に対応するとか。すれば、その瞬発力、声の使い方、喋り方の瞬発力とかも鍛えられると、うちは思ってるので、やってみてください。まあ、そんなこんなで、ちょっと、前回の動画で載せきれなかったものの紹介でした。ぜひ参考にしてみてください。ということで、本当に1万人のチャンネル登録者の方々、本当にありがとうございます。これからもね、こういう、ちょっと参考に女声とか両生類の参考になる動画とかもあげるし、また女声釣りとかもあげていきますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。ということで、したっけ